ましょう。あなたにとって理想とは。理想。そんな虫図の走る事柄はわからない。年を重ねて達観し、歪んで腐っていくことを現実というのなら、理想とはありし日の子供の頃か。すべてが灰に見えた子供の頃から、好みは何を願っていただろう。自分はいつから彼らを蔑んでいたんだろう。本で読む彼らの物語だけは、いくら灰に染まっていても胸を揺り動かしてくれていたはずなのに。いつから自分は彼らを英雄を恨むようになったのだろう。綺麗事ばかりの物語に唾を吐き、自分を救ってくれない幻想に失望し、それでも願っていたのは、私が望んでいたもの。英雄、英雄に会いたかった。英雄になりたかった。無様にも程がある。なんて厚顔無恥だ。最後の最後にこんな馬鹿げた望みを思い出すなんて。恨みますよ、ベルクラネル。私にこんな痛みをよみがえらせるなんて。やはり私の末路は破綻者。救えない矛盾を抱え壊れゆく世界の歌詞。終わらせましょう、この恥辱に抱かれたまま。どうか惨めに殺してほしい。かつて憧れた英雄の手で最後を迎える、それも理想の一つやもしれません。尾藤さん。尾藤は英雄になりたいの？英雄になりたいの？なれませんよ、私は。英雄とは真逆の所業をあまりにも犯しすぎた。誰をも救う英雄になる資格など私にはありません。じゃあ私の英雄にはなれる？みんなの英雄になれなくても、私の英雄なら、いい？何を、バカな。やっ！
す